フルール・ペルランは、フランスの政治家。韓国系フランス人で、誕生名は、キム・ジョンスク。ソウル出身。生後3から4日後に道端に捨てられ、孤児院に預けられた後、生後6ヶ月で、フランス人家族と養子縁組をする。養父は、各物理学者。パリ近郊のモントルイユ、ベルサイユで育った。ベルサイユ近郊ビュークにあるリーセ・フランコ・アルマンドビュークに、 通い、アビトゥアと飛び級で16歳で、科学分野の大学入学資格試験に合格。グランゼコール準備級を経て、グランゼコールである、エセック経済商科大学院大学修士課程を21歳で卒業。パリ政治学院を経て、国立行政学院を卒業後、会計検査院に入った。フランス監査院の経済、デジタル担当監査官。 イラクニューヨークジュネーブ駐在国連組織、関西委員会外部監査官、フランス21世紀クラブ会長など歴任。社会党に属し、2002年大統領選挙戦及び2007年大統領選挙戦では、同党の候補者のために活動した。2012年フランス大統領選挙において、第一次、ジャン・マルク・エロ内閣で、初入閣、中小企業、イノベーション、 デジタル経済担当大臣となった。2012年6月から第2次、ジャンマルクエロー内閣でも引き続き中小企業、イノベーション、デジタル経済担当大臣を担当。2014年4月より第1次、マニュエル・バルス内閣の対外交易、観光開発、在外同胞担当長官、同年8月26日より、第2次、マニュエル・バルス内閣の文化、通信大臣。 2016年2月11日付で辞職。退任後は、投資会社、カーリア・コンサルティングを設立し、経営を行っている。ヨーロッパエコロジー・コール・緑の当所属のジャンバンさん、プラセと共に、国政で知られる、血統的には韓国にルーツを持つもの,の、フランス人家庭で育った、政治家の一人である。実の両親を探すつもりはないが、出自について、 自分の娘には伝えてある。ありがとうございます。